栃木県の取り組みを丸ごとそして分かりやすくお届けしている丸わかり栃木。今回のテーマは一期一会栃木感動スポーツプロジェクトということで、私は今茂木町に来ています。まずはこのプロジェクトの概要から説明しましょう。一期一会栃木感動スポーツプロジェクトは、2022年に開催された一期一会栃木国体栃木大会の競技の開催場所となった市や町で、その競技の体験教室や普及イベントを実施し、マイタウンスポーツとして根付かせるとともに地域スポーツの活性化を図る取り組みです。市や町では県の支援を受けながら競技に関する体験教室や普及イベントなどが行われています。そしてここ茂木町で何が行われているかというと、こちらです。トランポリンです。国体後から開催されているふれあいトランポリン教室には、町内に住む年中児から中学生およそ30人が参加しています。講師の山田博人さんは日本代表やアジア大会3位という実力の持ち主で、現在は県スポーツ指導員としても活動しています。山田選手、このふれあいトランポリン教室ではどのようなことを行っているんですか？はい、この教室では幼稚園生から中学生を対象にしていまして、年間で10回あるんですけれども、その10回を通してトランポリンの楽しさを学んでいただき、最終的にトランポリンの特性である10個の技を つなげて最後発表するっていうのをやっています。この取り組みについてどう思われますか？子どもたちの運動不足の解消にもなりますし、こうやってトランポリン競技をまた知ってもらえる機会にもなるというところがすごくいいなと思います。続いて、今日は今年度最初ということで、講師の佐藤さんと一緒に私も準備運動とトランポリン体験をしました。お、素晴らしい。わー、楽しい。すごい、ちゃんと開いてました。開いてました、はい、あ、よかった。忘れすぎいただきました。今後このトランポリンを通してどのようなことを行っていきたいですか？はい、まだまだこのトランポリン競技っていうものを栃木県または、茂木町でから知っている方が少ないと思います。なのでこの活動を通してまず知ってもらい、そしてまずトランポリン競技人口を増やし、普及活動をして、最終的に選手の発掘に取り組んでいきたいと思います。面白そうだからちょっと入ってみようかなって思って入りました。なかなかトランポリンができないな、入ってみました。楽しかった。トランポリンでジャンプするところが楽しかったです。どうですか、次回なんかこんなことできるようになってみたいとかありますか？次は違う技を挑戦してみたいと思います。皆さんの住む市や町でも一期一会栃木感動スポーツプロジェクトが行われているかもしれません。詳しくは県のホームページを確認してみてください。みんなでスポーツを楽しみましょう。今回の丸わかり栃木は、一期一会栃木感動スポーツプロジェクトについてお送りしました。次回の丸わかり栃木もお楽しみに。